約束覚えてるか？付き合う時にした約束。2年間限定の付き合いだったら。初めは私も何それって思ったんだけど、付き合っちゃえばそんな約束関係なくなるだろうって。あと2日で付き合って丸2年だな。そうだっけ。あ、いろんな事情を持った方たちが私たちに相談してきます。私のお兄ちゃんが。お兄さんが彼女と別れようとしている本当の理由を知った上で。期限は明日中。俺はヒーローなんかじゃない。別れたくないよ。パターン31だな。他人の命を救った親父は俺の中でヒーローだった。彼のことを最後まで信じてあげたらどうです。超怖い。なんでこんなことを。知るか。ゲッゲディーン。そこまでだ。約束の2年間、その最後の1日に巻き起こる奇跡とは。なんとなくわかるよ。ヒーロー2020。全然想像つかないですよね。どんな話。それは内緒です。